ごぼうってめちゃくちゃドロドロになるし。ドロや。エリンギをいい感じに切りたいです。大葉も切っとくか。鶏ガラスープの素、あ、ご飯炊けた。エリンギ、ごま油、醤油、多いな、おば全然なんかいい感じに漏れへん。完成。いただきます。ちょっと食べちゃったうまい。この前テレビ出てなんか中居くんと本田翼とあと宮川大輔の番組やねんけど、が MC の番組でなんか自分の恋愛について語るみたいなテレビやねんけど、本田翼めっちゃ可愛かった。なんかもうほんま親指ぐらいの大きさ、指人形ぐらいの大きさしか顔の大きさなくて、もうこんな、なんか楽屋を用意してくださって、なんか TBS の番組やってんけど、目の前の楽屋が EXIT で、でめっちゃさ霜降り明星好きやねんけどさ、粗品おってさめっちゃ顔見しちゃってさ、めっちゃ目あったー、やばかった。声とかはかけられへんけど、もうマジでめっちゃ思い出、超思い出。自分の悩みを MC3 人に聞いてもらうっていう番組やってんけど、宮川大輔、宮川大輔さんとか言ったらさ妖怪人っぽいぶってるみたいになるやん。でもさ宮川大輔って呼び捨てするのもさ、なんかな、どっちの方がいいんやろな、難しい。こういうの宮川大輔がめっちゃいい人で、なんか収録前めっちゃ緊張して緊張してんけどさ、前もなんかすごい緊張してんのみたいな感じで言ってくれて、なんか吹田出身みたいなめっちゃ言ってくれてさ、で収録終わった後もなんかまあ終わったらはいオッケーですみたいな感じでバーって吐けるんやけど、なんかすごいちょっともたついてて
待ってくれて、なんかいや大変やんなみたいな、俺も大変やったからほんま頑張ってなみたいな言ってくれて、もうほんまにめっちゃいい人や、めっちゃファンになった。でさ、なんか恥ずかしすぎてあんまり友達に言ってなくてさ、その後に言ったんやけど、もうそこにエゴサとかさちょっとしてさ人生初エゴサ、めっちゃ落ち込んだ。なんか簡単に言うと、彼氏が鹿児島で遠距離やから結婚した方がするかしないかみたいな話で、ハッシュタグ夜並ぶで調べてさマジでわがままで優柔不断で見ててイライラするみたいな、なんでそんなこと言われなあかんのって。あ、いや別にもう大丈夫やけど、でも逆にさ、なんか一側さっきわがままとか彼氏かわいそうとか鹿児島、鹿児島バカにすんなみたいな、何がダメなの鹿児島のみたいな。でもさ、別に鹿児島バカにしてるわけじゃなくて、普通に知り合いが全くないとこに行くのが嫌ですみたいなことやねんけど、それがあれか伝わってなかったから、まあ別に仕方ないけど、どう伝わるかはもう本人の捉え方次第から。大人か、逆にでも彼氏さん、その彼女に選択を全部決めさせて、自分は失うもの何もないんだから、なんか彼氏さんも卑怯だよみたいな、卑怯だよみたいな、なんかそういううちか彼氏のどっちかをこう批判するじゃないけど、そういうのが多くて、なんかごめんって思った。もうなんかめっちゃな素敵な人もいっぱいいて、やっぱりお母さんからでもや、ちょっと一旦どうしよう、一旦こう、ちょっと一旦無視します。なんか恥ずかしかったな、でもほんまにめっちゃ人生のいい思い出って感じ。なんかすごいディレクターさんとかもさ、めっちゃいい人で、この番組のなんかまだ24歳だしやりたいことやってくださいみたいな、うまくいきますよみたいな感じで言ってくれて、なんかちょっと厳しい意見のなんかツイッター英語させたらあったけど、普通になんかすごい頑張ってほしいなとか、なんか幸せになってくれたらいいなとか、なんかあ、まあ辛いよねみたいな、なんかすごい優しいさこと言ってくれる人もいっぱいいて、マジめっちゃ感動した。ツイッターでさ、ハッシュタグ夜並ぶとかでさ、TVer でもさ見逃し配信してるからさ、結構ずっとさたまにこうやってってくれ、やばくないこれ、やばくない、これうちやで、これ本田翼やで、やばくない。あとは家具を継ぐわけでも九州男子でもないし、普通の旦那だけど経済的な依存は精神的にしんどい、京都人だったので言葉が変わるのは何気にきつかった、結婚への不安を話すお嬢様、お嬢様って言われてる35年前公務員を辞めて旦那の転勤に付き合ってきた私には、その結婚リスキーすぎますとしか言えない。やって、なんかそうこういうのめっちゃな多いね、こういうのおもろいやろ、なんかさ傷つくこと書いてるって分かってんのにな、見ちゃうねん、なんでやろ、不思議。あ、そうで、中井くんに、僕はこの人と幸せになるという考えじゃなくて、この人と一緒にいても不幸でも買わないと思う人と結婚したいなと思ってるっていうのがめっちゃ刺さったんやけど、それ確かにと思ったけど、なんかそれが結構、あ、なんかめっちゃ、なんで結婚するんやだって女の子だけ失うこと求められるの、彼は結婚して何も環境変わらないんだよ、東京に来てって彼女と鹿児島に来てって彼は同じじゃないの、なんで彼女が失う前提なの、なんかすごいさめっちゃ真剣にさなんか書いてくれてる人いっぱいいるからさ、マジでめっちゃ勉強になるめっちゃ優しい人いっぱいいるな。結婚にメリットを求めてる時点で今は難しい気がする、この子は彼氏と別れるべきだわ、待ってくれてる彼氏に失礼、地元のこと幸せなんだもんね厳しい、そんなこと言わんとってや、結婚するかしないか彼女が決めるしかない、いざとなれば彼女が決めたことだからって逃げられるようになんか腹が立ってきた、これはどっちに、わ、やばい、めっちゃ面白いね、めっちゃ見ちゃうね、これは前の携帯、今ちょっとさこれ撮ってるので使ってるからさ、いや面白いな、でもやっぱ中居くんの言葉最高みたいな人がやっぱ多いな、でもほんまに優しかったな、中居くんも本田翼も宮川大輔もほんまに優しかった。
やっぱそう、なんか別に鹿児島ディスってるみたいな感じのやつも多いかもな。いやごめんなさい、ほんま。じゃ鹿児島ディスってるわけじゃなくて、まあ普通に普通にまあ言わんとこかな、別にいっか、友達しか見てないし。普通に鹿児島だってさ、知り合い誰もいないねんで。で鹿児島で仕事できひんって言ってるわけじゃないねん。うわこれ、そうこれやばい、マジで。伊原舞ってこう、わが伊原舞って書かれてるし、わがまま言う順でめんどくせえ女でイラッとしたわ。結婚のメリットはとか言いながら、東京で結婚したい、東京なら結婚したいとか言うし、東京にいて何をそんなにしたいのか、やりたいこと言わないとな。いややりたいことは言わへんわ、恥ずかしい。まあでもちょっとあれやな、確かに嫌なコメントに目がいっちゃうのはまあちょっと否めないな。縁もゆかりもない鹿児島に仕事辞めて夢にすることを躊躇する女性に対して、傲慢だと意見が多くて驚き、その先の仕事や人間関係を犠牲するのは彼女ばかりで、正直彼氏何の犠牲も払ってなくない？こっちがモヤモヤしても終わりました。いやでもな、めっちゃ良かったな、話聞いてもらって。正直なんかさ、あんまりさ、普通に友達とかにも恋バナとかあんましないからさ、マジで恥ずかしかったんやけど、友達だからってめっちゃ連絡来たもん。なんか、いやそんなこと考えてたんやみたいな。はず。でもなんかこうやってさ、なんか普通にさ、あのさ、すごい3人に話聞いてもらったのもめっちゃそれだけやばいんやけど、ありがたいんやけどさ、なんかめっちゃこんなさ太くて多数の人のさ意見聞けるのってめちゃくちゃレアじゃない？ほんますごい、ありがてー。なんかその悪い意見もいい意見もなんか結構、うん、ありがとうって感じ。まあ確かにそうよなって。まあでももう決められんな。うん、この人鹿児島の人っぽい、鹿児島の人っぽい人が鹿児島には絶対行かない方がいいって言ってる。もしかしたら離婚するかもという心配は4組のうち1組は離婚すると言われている昨今の事情では無理もないと思います。ああ。まあっていう感じ。なんかいろいろありが、まあ多分あの1週間ぐらいさ TV でさ見れるからさ、まだ見ちゃうかもしれへんけど。ありがたいですね、ほんと。でもなんか楽しかったし、いろんな人から連絡もらえたし、出てよかった。終わり。